はい。皆さん、こんばんは。韓国男子 TV です。昨日、韓国ではクリスマスより、このニュースがもっと話題になりました。日本の海で無許可で漁業活動した韓国漁船を日本政府が逮捕し、船長は逮捕。 韓国の国民たちはですね、中国の漁船が韓国の海で不法的な漁業活動をやっているというニュースはたくさん見ましたけれども、韓国の漁船が海外で中国と同じ行動をやっているというニュースはほとんど見たことがありません。なのでこのニュースは韓国国民たちにはとってもショックでした。もちろん私もこのようなニュースは初めてだったので、 この問題に対してもうちょっと調べたくて、私一人でネットで検索をしました。その結果、予想とは全く違う真実に驚くしかありませんでした。はい。では今日はですね、このニュースとともに、なぜ韓国の漁船は日本の海で不法漁業をやっているのかについて、皆さんにお伝えいたします。 今日の動画が気になる方は高評価とチャンネル登録をそしてアラーム設定までよろしくお願いいたします。日本の水産庁が自国の排他的経済水域である EZ で無許可で漁業活動をやった韓国の漁船を打捕し船長のキムさんを逮捕したと共同通信が報道した。 報道によると、他方された韓国の漁船808長南号は24日、九州の長崎県今年飯島東大から南の方向に約 220km 離れているところで漁業活動していった。漁船は44トンで、船長のキムさんを含め11人が乗っていった。はい。 今日のニュースはとても短いんですけれども、韓国の方のニュースを見ても、日本の方のニュースを見ても、本当に短い内容なので、情報はこれしかありませんでした。しかしですね、これは日本のニュースでも報道していない内容ですけれども、今回多保された韓国の漁船は、以前も同じ問題を起こした長州藩でした。 韓国のネットサイトからこのような記事を見つけました。2021年1月22日、九州南部にある奄美大島から約 300km 離れている海上で、無許可で漁業活動していた韓国漁船808チョンナム号は日本当局に打砲され、 船長のキムさんは日本側に600万円を払って翌日釈放された。つまり、同じ漁船が日本の海で無許可で漁業活動をやったということですね。私は今回の件に対し、もうちょっといろんなことが知りたくなりました。それでネット上でいろいろ調べてみると、実は日本の海で不法的な漁業をやっている国は、 中国の方より韓国の方がもっと多かったんです。水産庁によると、外国漁船の多方件数は、最も多いのが韓国の漁船で、2008年には18件を記録した。 私は韓国の漁船が日本でこのような不法的なことをやっている理由がもっと衝撃的でした。日本で打法された漁船の船長のインタビューによりますと、2016年、日韓漁業交渉が決裂され、韓国と日本の中間海域で漁業活動ができなくなった。交渉が決裂され、日本の EEZ を超え、 東シナ海で漁業活動をやるしかない。しかし、あまりにも長距離なので、逆に赤字だ。また、沈没事故も毎年発生していて、仕方なくちょっとでも近い日本の EZ の方で漁業活動をするしかない。もちろん不法ということはわかっている。 しかし、お正月には需要が倍になり、特に日本の太刀用は高級品として、高い値段で売ることができる。しかし、近くの海では取ることができず、日本の EZ まで入って、そこで多宝され、お金を支払って釈放される事件がどんどん増えている。不法っていうことはわかっているが、それでも仕方ないからやるんだとこれって犯罪ですよね。 どんな理由があっても、これは不法的な行動です。ここでまた疑問になることは、じゃあなぜ、なぜ日本は韓国との漁業交渉をやめてしまったのか。これがすごく疑問になったんです。それでまた調べてみましたが、理由はとっても簡単でした。最初約束した捕獲量を無視したり、 捕獲した量を減らして嘘をついて報告したり、つまりルールを守らなかったのが原因だったそうです。よく息をするように嘘をつく。<laughs> 昨日打捕された韓国の漁船を調べてみると、実際日本の海で不法的な漁業活動をやっている韓国の漁船が多かったということと、なぜ彼らが不法ということを分かっているのに、それでも日本の海で漁業活動をやっているのか、そしてなぜ日本は漁業交渉を続けてくれなかったのか、昨日あった一つの事件から本当にいろんなことを分かることができました。 では、また元のニュースに戻って、この韓国漁船打砲事件に対して、韓国の国民たちはどのように思ってるんでしょうか私は逆ギレを予想したんですけれども、今コメントを読んでみたらですね、意外の反応だったのでちょっと驚きました。では、今からコメントを読んでみます。はマジであんなことは中国だけがやると思ったのに、まさか。 この大韓民国が国の恥さらしだな。日本の海で獲った魚全部日本に返して、日本でやった不法的な漁業活動は、日本でちゃんと処罰受けろよ。ああ他の国の海まで行って、何をやったんだと泥棒は、一体自尊心っていうのがあるありません。えチェ あれほど放射能放射能言ったのに、自分で証明してしまったじゃん。日本には放射能がないんだと。ありませんいやー、これ完全に侵略行為だろ元弁護士出身ムンジェインさんも、これは弁護できないんじゃないできねえだろう。<laughs> 日本の e トを超えたんだと これ完全に犯罪ですよ。日本政府が船長を逮捕するか、船を爆破させても、韓国は一言も言えない状況ですよ。もう嫌だ国の恥さらしになったのも嫌だけど、もう放射能の魚が韓国に入ったなんて、もう嫌だわ。いや、本当に日本の魚に放射能があると思いますかもしあったらすでに誰か死んだんですよ。 今までそんな都市階段みたいなことを信じている人がいるなんて、この国ももうダメだな。ああ。政治家たちは日本の魚食べたら死ぬと扇動しているのに、国民が日本の魚を盗むために了解を超えたんだともうわかったかな。日本の魚がなかったら困るのは韓国なんだぜ。ああ、見る目ある。ね。そのメガネ変えなくていいよ。もう大丈夫。 領海無断侵害。これは強く処罰するべきです。場所を見たら韓国とかなり離れているのに、それは言い訳もできませんよ。中国の漁船が韓国の領海に入ったんだと。泣きながら海洋警察たちに電話したのは一体誰おめえら漁師だろ。自分たちは日本で不法行業やったくせに、なんだ。被害者コスプレかい領海侵害の罪は重い。 死ぬまで日本で汚染水飲めよ。もう嫌だわ。千年が経っても、私たちは被害者だわ。加害国が被害国の国民を勝手に処罰するなんて、あり得ると思うあの船長が盗んだのは魚だけど、日本が盗んだのは、我が民族の財産、文化、誇りだったわ。<laughs> <laughs> <laughs> 被害妄想の少女。自分が他人から迫害を受けていると思う少女。これは精神病の一つで、薬で治療が可能だ。しかしなかなか治らない。うわぁ、マジで呆れたな。これは誰がどう見ても韓国が悪いんじゃないですかね。なのに歴史がどうのこうの、放射能がどうのこうの。はい。 こういう情けない国民がいなかったら、すでに先進国になったはずですよ、うん。日本も韓国も同じですね。中国には一言も言えないのに、お互いにはバンバン言っているなんて。まあ、だから喧嘩になるのですね。魚を盗んだのも問題ですけれども、これは他国の領海を侵害した国際問題ですよ。 もし、金船長が入ったところが日本ではなく、中国の領海だったら、もうすでに船に爆弾が落ちたはずですよ。は我が国民を逮捕したんだとなんでまあ、汚染水調査だと思ってビビって逮捕したのかなまあ、一生懸命落てみようとしているその努力は認めますよ。<laughs> ここで被害者は日本です。日本に対して避難している方々は中国の漁船が韓国の領海を侵害しても同じく言ってくださいね。日本の立場から考えてみたら今韓国がやっている行動は中国とそんなに変わりはないんですよ。ご自慢のサムスンも日本から技術を奪って作った。あら、ごめんなさい。また発作ボタンを押してしまったのかな チェ、俺マジ日本嫌いなんだけど。まあ、この件に対しては一言も言えないよね。日本政府、おめえら勝手にしろよ。今こっちはな、経済は没落しているし、北朝鮮は今週もミサイル撃てたし、物価は冒頭。 年末なのに、タクシー団体はストライキしていて、俺生まれて初めて忘年会を昼の時間にやることにしたんだぜ。今日本との関係はな、気にする余裕もないんだよ。もういいわよ。あんな人間が逮捕されたら、みんな幸せになるでしょ 日本は自分たちの利益を守れるから幸せだし、私たちは放射の魚食べなくてもいいからいいわよ。もし中国の領海を侵害したら、すぐ爆撃受けて沈没したはずだよ。日本で逮捕されたことを、感謝しろよ、感謝。はぁ、あ。 津島では仏像を盗んできたし、今回は魚かよ。痛い日本人たちが私たちを何だと思うと思うやっちゃいけないことは、やっちゃいけないんだよ。いやー、惜しかったなもうちょっと行ったら軍艦島だったぜ。地獄島体験のチャンスを逃してしまうなんてね。キム船長さんよ、来年は必ず軍艦島で逮捕されてね。<laughs> はい。皆さん、いかがでしたか私が最初予想した反応はですね、相手が日本だったら自国が間違ったとしても、今まで逆ギレしてきたんじゃないでしょうかだから当然今回も逆ギレする人が多いと思ったんですけれども、いやー、意外にですね、これは言いようがないから処罰してしまえ。これは誰がどう見ても、韓国が悪いんだよと。 このような反応がほとんどですね。そしてまた、コメントで誰かが言ったように、あれほど日本の魚に対しては放射の放射能と言いましたが、結局、日本の魚がなくなったら困ってしまうのは韓国。 それを自ら証明してくれたと思いますね。まあ、今まで私は知らなかったんですね。韓国の漁船が日本でこういった不法的な活動をやっているということ、それに対しては韓国人として申し訳ないんですけれども、しかし私が考えたよりは、日本の魚の安全性に対して、韓国人たちが認めるこのような雰囲気、予想よりは早かったので、それは良い,いことだと思いますね。はい。 今日もご視聴本当にありがとうございました。今日の動画が良かったら高評価とチャンネル登録を、そしてこのベルを押してアラーム設定までしてくださったら、私が動画をアップロードするたびに皆さんに通知が行くので、このアラーム設定ボタンもぜひよろしくお願いします。またメンバーシップは私には励みになりますので、メンバーシップ登録もお待ちしております。はい。 では次回の動画もよろしくお願いいたします。あっぴょん